こじらせハウスへようこそ、アキです。前回までに廊下の DIY を終え、オフランス風に生まれ変わった我がエントランス。しかしそのエントランスをあっという間に抜け、ひとたびリビングドアを開けたら最後、この冒頭の衝撃的お台所とおリビングが同時に目に飛び込んでくることにより、その高低差で訪れる人を一瞬で恐怖に陥れる最高屋敷、それが現状のこじらせハウスなのだ。これは危うい。危うすぎる。高低差で風邪をひいてしまう前に急いで次のキッチン浄化 DIY に取り組まねばと、気持ちだけはエンジン全開なのですが、ここに来て大きな大きな壁が立ちはだかっております。そう、それが今回お伝えしたいこじらせハウスの闇。これは夕食後、動画編集に全神経を全振りした挙句疲れ果て、大量の洗い物を見て見ぬふりして迎えた平日の朝です。一刻も早く片付けたい気持ちを抑え、この残されたわずかなスペースで腹を空かせた子供たちに朝ごはんを作っています。こんな些細なやらかしはもはや日常風景。うすうすお気づきかもしれませんが、このように家事育児に追われ、 DIY& 動画編集にまで手が回らない、時間が圧倒的に足りない、これが現在ぶち当たっている壁であります。そしてこの状況にさらに拍車をかけているのが、私秋のポンコツっぷり。皆様の想像の10倍はポンコツでやらかすタイプの主婦であるという悲しい現実なのです。まずは我が家の情報おさらいですが、築10年 4LDK 超激安建売り住宅に住む子供3人と夫婦の5人家族。夫婦は40代後半、夫は建築関係、私は在宅ワーカー、旦那も平安は激務でかつ昭和の魂を持ち続ける、ゴミ出し以外の家事を一切しないタイプの星一徹的な人間です。そして名前は似てるけど、一徹の娘明子のような海外資産にかける私明の新年度からの主なやらかしメモリアルを言える範囲で発表いたしますと、4月、新学期早々幼稚園のお弁当の日を把握しておらず持たせ忘れる、子供2人を A から B とそれぞれ別々の習い事に送り A のお迎えを忘れるかける3、5月、炊飯器に米を入れ水を入れ忘れ、カリカリの乾燥米を炊き上げる、娘の体操ズボンとモヘジのヒートテックを入れ間違え、娘にただただ平謝り、お父さんのヒートテックじゃんそんなことあるごめん、間違えた、これ入ってる、ごめんねその他細かなやらかしは数えきれず、でも安心してください、上記のやらかしはすべて人様に迷惑をかける前に、その都度スーパーハードリカバリーモードで挽回してきました。こういう時の秋の瞬発力は人一倍と言っても良いでしょう。カリカリの乾燥米に関してはその後普通に炊き上げたところ、常人の歯では太刀打ちできない弾力を持つ熱々のゴム米に変化したため、私が全部茶漬けにして食べました。そもそもここまで主婦力が落ちた一番の原因としましては、私がやりたいことに対する情熱とやりたくないことへの無頓着、その落差が半端ない人間であるということです。しかもやりたくない方に最低限の生活を送るに必要な全てがギュッと詰まってる。おそらく子供がいなくて一人だったら、食べることも寝ることも後回しにしてやりたいことに集中し続けてしまう、そんな人間が3人の母親になってしまった。そこへ来て在宅ワークに加え、平日ワンオペ育児と家事 DIY の時間を捻出するべく削られていく家事の時間。こじらせハウスの闇はそれだけではありません。こちら半年前夢川ルームに生まれ変わった2階女子部屋にご案内しましょう。やっぱりか、うすうす分かっちゃいたけれど、内装は変われど人は簡単には変わりません。目指す最終形態は片付けたくなる部屋作りではあるけど、その境地にはまだまだ程遠い。現実は脱ぎ散らかし食べ散らかし帝国の、死んでも床に物を置く国民たち、伸びしろだらけのハリボテ王国。そこを司るのは家事より DIY の残念な王妃と、外交一筋で国の内部事情にまで手が回らない裸の王様。当然もともと荒れていた王国はより一層荒れ狂い、これ以上手の抜きようがないと思われたズボラ飯にさらに磨きがかかる日々。ウーバーが来ないなら専属シェフを雇えばいいじゃない、なんてアントワネット風のザレ言を言ってみたいものですが、残念ながら我が帝国には専属シェフが雇えるほどの潤った油田がございません。シェフとまではいかないまでも、手軽に買えるお惣菜や冷食等でなんとかその場をしのぐという手もなきにしもあらずなんですが、ここで行く手を阻んでくるのが良いお母さん、良い子育てという知らぬ間にがっちり植え付けられた謎の恐ろしい概念。そして周りに世の中に実在する子沢山だろうがフルタイムだろうが、家事も育児もそつなくこなす眩しすぎる超人ママたちの存在。それに引き換え、戦術の通り放っておけば平気で知恵を通り越しマントル奥深くまで落ちゆく主婦力を持つ私、せめてその主婦力をなんとかなんとか園児でも掘り出せるさつまいもくらいの深さに留めておきたい。そんなこじれた背景により、お弁当やお惣菜という楽する手段に手を出さないことでギリギリ自尊心を保っているような危うい状況なのです。イライラ母ちゃんを脱却したくて始めた DIY が生活を脅かし始めている現実。一体何のための DIY なのか、このままでは本末転倒ではありませんか。だからといってこの大切な DIY プロジェクトをエゴや自己満足なんて悲しい結末にはしたくない。
ゆっくりでもいいからどうにかやり遂げたい。家族全員が納得する形で。そのために今すぐできる何かがあるはず。家族みんなで思い描くハッピーエンドを迎えるために、今の私に何ができる？はい、ここからが本題なんですが、ここに来てようやく本気で全力で主婦としての仕事を効率化させようという気が芽生えました。欲張りですが、ポンコツですが、 DIY も母親も YouTube も全部やめたくありません。そこでまず物理的に何に一番時間がかかっているのかを把握するため、1日の家事の時間をざっと計測してみました。結果、1位夕飯作り60分毎日、2位献立を考え買い出しに行く40分毎日、3位夕飯の洗い物20分毎日、4位洗濯を畳むしまう15分毎日。これだけでも1日135分、1週間5日で675分、イコール11時間、1年でなんと572時間。おーい、改めて数字にすると破壊力えげつな。しかもこれ4位まで、平日しか入れてませんからね。世の中に賢い主婦が溢れている理由がたった今判明しました。毎日無計画に時間と生活に追われるがままこなしていた家事が、私の自由時間をこれほどまでに相当な勢いで蝕んでいたとは。そりゃあみんな週1買い出しにするわよ。そりゃあ食洗機導入するわよ。昭和に取り残されてたのモヘジだけじゃなかった。何年主婦やってんだとショックを受けてる場合じゃない。そもそも皆さん、まず第2位、毎日買い出し行ってることに突っ込みたいですよね。わかります、長期的計画がとても苦手で、かつこの2位の献立決めが家事の中で一番苦手。毎日スーパーの中心で誰か助けてくださいと叫んでいた秋ですが、実は 1、2年前、パート時代に意を決し、月1回1ヶ月分の献立を組み立てて週1買い出しにチャレンジしていました。これがその時のノート、手書きですね。頑張ってますね。あれ、3ヶ月坊主ですね。結局続きませんでした。月1のとんでもないストレスに耐えかね、日々の軽めのストレスを取ってしまったんですね。これに関しては今すぐ改善できそう、何かないかなと探していたところ、唯一のママ友がいいサイトを教えてくれました。それがこちら、100均材料で作るマグネット献立表。善は急げ急がば回れ、早速作っていきやしょう。材料はダイソーで揃えました。以前の失敗要因は手書きがズボラ向きじゃなかったこと、そして1ヶ月という長期スパンに設定してしまったことでした。今回マグネットを組み替えるだけ、そして1週間ごとに家族みんなで献立を決めるという風にしてみたところ、1ヶ月ほど運用していますが、今のところ続いています。日曜日に子供に献立を決めてもらい、私が少し手直しし、月曜日に買い出しというサイクルができつつあります。何より自分だけで背負っていた大嫌いな献立決めを、このボードを渡すだけで子供が楽しんでやってくれる。これが最大のメリットでした。一人で背負う必要なかったんだ。目から鱗です。そして週5行っていた買い物も週1から2になりました。削減時間マイナス100分。そしてもう一つ導入したのがこのお手伝いビンゴ。これ存在は知ってたんですが、ズボラ一家にはハードルが高いと思い躊躇していました。作るのもめんどくさいし、ですが背に腹は変えられない状況になりました。マグネットもそうですが、一度作ってしまえばあとは楽です。意を決し、半日ほどかけて年齢別に3種類のビンゴを作りました。すぐに飽きてやらなくなるだろうなと踏んでいたんですが、これは嬉しい誤算でした。ビンゴするとお小遣いがもらえるシステムなので、子供たち目の色変えてお手伝いするようになりました。金の力は偉大。やっていくうちに子供の性格に合わせて内容を調整し、オリジナルビンゴができつつあります。カードゲームにハマっているのでお金が欲しい長男は喜んで私の苦手なトイレ掃除をしてくれます。これぞウィンウィン。とはいえまだまだ即戦力とはいかないお手伝いレベル。削減時間は週15分程度かな。今後子供たちのスキルが上がっていくにつれ、家事時間削減にもつながっていくでしょう。将来一人暮らしをする時にもきっと役立つはず。そしてここからが本日最大にして我が家の命運を握る事案でございます。それが第3位、食器洗い。20分で計算してますが、これは平均値ですね。冒頭の荒ぶるキッチンだと30分は優にかかります。そもそも令和の世において昭和を貫く我が家、令和の家事育児分担論争自体が我が家では机上の空論。モヘアンに家事を担ってもらうことはとっくに諦めています。少しでも働いてるなら家事は分担すべき、なぜ旦那にもやらせないのかというご意見が出てくるとは思いますが、こと DIY や家のことに関してはとんでもなく頼りになりますし、何より私の何倍も稼いでる。それにやる気のない人間に何かをやらせること自体がもう私にとって最大級のストレス。いやいや言うのは子供にだけで十分です。そんなこんなでこれまで負担に感じる家事は便利家電で補ってきました。最初に導入したのはガスのカンタ君、3人目妊娠時に設置しました。もう何年も洗濯を外に干していません。これはマジで神。もしカンタが壊れたら間違いなく私も同時に壊れます。次にロボット掃除機、これも非常に心の友です。こういった家電の導入に反対するパートナーも存在する中、モヘアン毎回2つ返事で OK を出してくれます。それは唯一の救いですね。てかどんだけ家事やりたくないんや。というわけで今回ついにこの時がやってきました。ふう
食洗機導入大作戦。しかも置き型じゃなくてビルトイン。はい、ちなみになぜ今まで導入しなかったのかと言いますと、気軽に導入できる置き型が私的に NG だったこと、幸か不幸か食器洗いが唯一好きな家事であることが主な理由です。ですがもうそんなこと言ってられないくらいに追い詰められております。 DIY を進めるため、1分でも2分でも家事の時間を削るためなら、あきあき動きます。しかし、いくら無鉄砲な弾丸 DIY やといえども、電気水道工事が必要な食洗機設置はさすがにプロにお願いせざるを得ないというわけで、早速身近なプロ、旦那モヘアンに打診してみましょう。なんて切り出そうかな。しかし最初からどうせやらないだろうと決めつけるのも良くないから、一応選択形式にしてみるか。ねえ、週3回寝る前に食器洗うのと食洗機買うのとどっちがいい？はい、もちろんビルトインだよ。置き型はなしだよ。既読スルーの末、夜帰ってきたモヘジが手渡してきたのは、え、どういうこと？キッチンの型紙。え、私食洗機いい歌よ。ここだけぶち壊してはめ込むんとちゃいますの。キッチン丸ごと取り替え。え、そもそも、はい、ビルトイン食洗機をつけたいと言ったばかりに、事態はとんでもない方向へと動き始めました。モヘアンがキッチンのカタログを持って帰ってきた理由ですが、我が家のキッチンに後付けでビルトイン食洗機を埋め込むと、この唯一の引き出し収納が丸々なくなり、開き戸部分のみが残り、より使い勝手の悪いキッチンになってしまうため、もう丸ごと取り替えてしまえということらしい。いやそりゃそうだけども、油田がね。しかも食洗機つけるなら朝型ではなく深型一択と、インスタやらなんやらで情報だけはしこたま仕入れていた秋に、モヘジは衝撃の一言を発する。つけるならミーレは譲らん方がいいぞ。ミーレ？食洗機械のおベンツこと、あのおミーレですと？国産の朝型深型食洗機とは一線を画し、お値段も 1.5 から2倍と、もはやつけること自体がステータス。そして大容量で弱洗いいらず、カレー鍋もギトギトフライパンも全部まとめてパーリないな、あのおミーレ様ですと？あまりの衝撃展開に白目を向きながらも、必死で冷静を取り戻した秋は思った。いやいやいや、こんな激安縦売りにおミーレ？笑っちゃうよ。欲しいけど、こんなポンコツ主婦におミーレ似合わねえ。欲しいけど、なぜそんなすっとんきょうなことを言い出したのか。まさかおパンツおじさんモヘジの口からミーレという単語が出てくるとは。しかし、家でのだらしない姿を見慣れた秋は重要なことを忘れていた。この人、輸入住宅も扱う工務店の現場監督だったわ。おミーレをつけるお客さんも多いはず。なるほどなるほど。しかも何でもご夫婦と打ち合わせをする際、食洗機を安く済まそうとする世主の旦那様に向かって、食洗機だけはケチるべきじゃない、後から後悔してもどうにもならないですよ、家事をするのは奥さんですよね、とうとうとたしなめ、食洗機のランクを上げ、奥様方から感謝されていると抜かすではありませんか。おーい、どの口が言うてんねん。自分の嫁には10年以上古典的手洗いをさせておいてから、誰が何をたしなめてんねん。なんかとてつもない怒りが込み上げてきた。こうなったら、もう似合わねえとか油田とかそんなの関係ねえ、おみ入れにふさわしいおマダムになってやろうじゃねえの。何が何でも我が激安コスパ縦売りにおみ入れつけてやる。はい、取り乱しました。というわけで、視聴者様におかれましては、 DIY ヤーでありながら、このキッチン部分だけはプロにお任せする運びとなりましたことを、まずはお許しください。その他カップボード、リビングなどなど、資格のいらないものすべては DIY する予定なので、許してくれるかな。いいとも。はい、お許しをいただきましたところで、未知のキッチンリフォームの扉オープン。まずは様々あるメーカーの中から自分に合ったキッチンを選ぶ。もうすでに脳内がとっちらかっているため、わけがわからない。とりあえず名前が縁起がいいので、これクリナップに決定。メーカーを決定したら、次にやってくるのがランク選定。なんでも全ての住宅設備には小、築、倍とランクがあるらしい。キッチンに置いても同じ。常々マウントを取るのも取られるのもごめんなさいな小心者。ラブ&ピースを貫く私秋ですが、甘んじてランクイコール格差社会に目を向けねばならない時が来てしまったようだ。そもそもまず、我が家の今のキッチンはランク的には、まあ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 当然梅でしょう。梅梅と、な、なに、ないない、梅ですらねえだとは。ちょっと心を立て直しますね。3秒ください。はい、立て直しました。ガタガタの心でよくよくカタログを見返すと、ありました。申し訳程度に開き戸タイプ、安、
まず梅であるこの引き出しタイプとの価格差がえぐい。これはもう梅の下と言っても良いでしょう。待てよ、梅の下の言葉って存在するの？調べてみたところなんとありました。小竹梅竹苔、梅の下は竹、竹つまりはキノコ。我が家のキッチンなんとキノコでした。なんかもう可愛ささえ感じてきたわ。そんでキノコにお見入れ、中古の刑にベンツのエンブレムつけているようなものでしょうか。逆に見てみたい気もする。ネタにはいいかも。いやいやいや、そんな取れ高優先するほどの心の余裕はねえ。我が家のキッチンがキノコなら苔はどんなんなんや。これかな、これはキャンパー的には逆に惹かれるわ。苔プライスです。はい、現実を一旦受け止めたところでランク選定に戻りましょう。しかしやるべきはキッチンのランク決めだけじゃない。扉、天板、シンク、レンジフード、コンロ、水洗、これらすべてに小竹梅が存在。お財布と相談しつつ我が家の暮らしに最適な組み合わせをチョイス。全部選べるって素敵って思えるのはせいぜいシンクあたりまで。選択肢が多すぎてその先になってくるともう頭から煙が昇りだし、だんだんどうでもよくなってくる。これキッチン全部決める頃には脳みそ全焼案件ですな。それが全住宅設備に及ぶ注文住宅って鬼畜ですね。建てた人マジで尊敬します。ワーキングメモリが著しく小さい私なら半分ぐらいで情熱が燃え尽き全身丸焦げ、誰かに丸投げするでしょう。そもそもキノコから梅になるだけでも私的に万々歳。油田も枯渇してるし脳みそ焦げてるし、もう全部梅で十分よ。梅梅と思っていた矢先、さらなる無情な現実を突きつけられる。なんとおみいれ様をつけられるのは松と竹ランクのみ。梅、ましてやキノコにはそもそも検討する余地すら与えられないだと。くそ、世の中どうなってやがる。決まったら1週間前ぐらいからキッチンを外します。外します。外すのは誰かやってくれるの？あ、水道屋さんと電気屋さんだけは頼んである。あ、水道屋さんと電気屋さんが、あ、水道屋さんが全部キッチン外してくれるの？違います、水道を外してくれます。あ、水道だけを外してくれるの、はい、でキッチンを、水道の外し、キッチンがなくなってからの新しい配管で、キッチン、新しいキッチンが座ってからの接続、この3回の費用は発生します。水道屋さん、なるほど。2万円の6万円です。トゥリトゥリトゥリ。で、キッチンを外すのは YouTuber のあなた。落とす落とす落とす。